こんにちは、ジャズギタリストの宇田です。今日はコードソロをするためには欠かせない技術なんですけど、スケールの音をトップで動かしながら、それぞれにコードをつける、ハーモナイズドスケールというものを紹介しようと思います。で、これは僕が普段よく話をしている、コードとのハーモナイズというもののプラスアルファのワンランク上の話になるので、コードとのハーモナイズの動画をまだ見てない方は、ぜひそちらを先にご覧ください。で、まずコードとのハーモナイズちょっとおさらいをすると、例えば G メジャー7。G メジャー7っていうコードで、ルートが1弦トップ。1弦の音がルートの時は、こう弾いて、次3度がトップの時は、こう弾いて、これは G メジャー7っていうコードを弾きながら、トップがメジャー3度。で、次5度、トップの時は、これ G メジャー7っていうコードを弾きながら5度がトップ。7度トップ。1、3、5、7。これがコードトーンハーモナイズでしたよね。なので、あとスケールっていうのはコードトーンプラステンションです。今1、3、5、7をハーモナイズしたのを、さらに9、11、13。テンションの音もハーモナイズすればスケールになります。で、今回は、代表的なスケール2つを紹介しようと思うんですけど、まずメジャースケールですね。メジャースケールと、あとマイナー系の代表としてドリアンスケールで解説しようと思います。はい。ではまず1弦で G メジャースケール弾いてみますね。この音すべてにコードをハーモナイズします。で、ルートトップの時は変わらずコードトーンハーモナイズの時にやったこの形。メジャー7、メジャー3、5度、ルート。で、ナインスがトップに来た時は、この形に小指を付け足すだけですね。これで G メジャーナインスになります。で、次3度。これも変わらず、今まで通り。で、次は問題のこの 11th なんですけど、これも小指を付け足すだけでいいんですけど、ただ、メジャー7っていうコードの時の4度はアボイドノートですね。メジャー3度の代わりに4を弾けば OK なんですけど、こういう場合は指す方になります。で、指す方の時はメジャー7度を弾いちゃうと、この4度とトライトーンの関係になって、ちょっと不協和音をしちゃうので、指す方を弾くときはトライアドですね。はい。ちょっと難しい話になっちゃいましたけど、こうやって覚えてください。ルートトップ、ナインストップ、サンドトップ。で、4度トップのときは、こういう押さえ方。指す方みたいな感じです。で、5度トップ。で、次6度、13トップのときは、この1弦だけ小指こっちに持ってくるために指を置き換えて、こうなりますね。ただこれはあんまり実践向けじゃないので、この2弦のルートの音をナインスに変えます。そうするとこういう押さえ方になります。これは G のルートがここ5弦にあって、メジャー3度、メジャー7、ナインス、サーティーン。こういう感じですね。で、7度トップ。で、ルートトップ。これちょっと狭いですけど。はい、今のは基本となるコードトーンハーモナイズの形に小指でテンションを足すっていう、割と教科書通りのやり方でハーモナイズしてみました。もう一回弾いてみますね。ルートトップから、ナインス、3、4、5度、6、7、で、ルート。はい、こういう形ができるんですけど、ここからは割と実践向けというか、もう少しシンプルに押さえるボイシングもあるので、自分のお気に入りというか、おすすめを紹介しようと思います。まず、ルートトップの時なんですけど、これ今、4弦がメジャー7、メジャー3、5度、ルートですけど、
このメジャー7の代わりに6に変えますね。で、メジャー3の代わりに9スに変えます。そうするとこの指2本で、まあ、4弦からいくと2233、2フレ2フレ3フレ3フレ、これでまあ G の6ナインスになりますね。でルートトップ、この押さえ方はすごくあのシンプルで使い勝手がいいのでおすすめです。ルートトップで9ストップの時はさっきのこれで、で3度トップ、4度トップ、まあ、4度トップってあんまり使うことないんですけどね。で次ここ5度トップの時はこれがメジャー3メジャー7ルート5度なんですけど、これも割と実践でいきなりパパッと押さえるとあの大変なのでここも変えます。まずメジャー3度で、次メジャー7の代わりにまた6ですね。これもでルートの代わりに9ス5度、そうするとこれあのルートトップの時と全く同じ形になります。これも G の6ナインス、ルートがここにあってメジャー3度6ナインス5度、これおすすめですね。ルートトップの時と5度トップの時はこの押さえ方で、6度トップはこれ7でルートトップ、はい、このボイシングパターンが実践向けでおすすめです。もう一回やってみますね。はい、では次にドリアンスケールでやってみようと思います。今回も同じ G のドリアンスケールで、まず1弦でドリアンスケール弾いてみますね。この音すべてにコードをつけます。で、これも一緒です。コードトーンハーモナイズ G ドリアンっていうのは、3度と5度と7度を見ると Gm7 っていうコードが対応してるんですけど、ルートトップの時は Mm7 のルートトップ、 Mm3 度トップ、5度トップ、7度トップで、ルートトップ、はい、これあのまだ理解できてない方はコードトーンハーモナイズの動画見ていただくといいと思います。で、これも一緒で、あとテンションの音を足すだけなので、ルートトップ、次ナインストップの時は小指で足します。で、マイナー3トップ、で、4度、11ストップ。これですね。5度トップ。で、次問題は6度トップですね。6トップの時は、これで小指をこうするのは大変なので、まあ、これでもいいんですけど、6トップの時は、あの、普通に5弦ルートの Fm7 を押さえて、あ、Gm7 を押さえて、で、小指足すっていうのが、いいと思います。で、7度トップ、マイナー7トップ、ルートトップ、ここだけ。はい、このようにスケールの音すべてをコードと一緒に弾けるとコードソロを作ることができます。例えば G メジャースケールで、こうやってメロディーをいつも単音で弾いてたとして、これを G メジャーのコードと一緒に弾くと、はい、コードソロになりますよね。じゃあ次 G ドリアンスケールで、まあ、例えば単純に 1,2,3,4,3,2,1、 これをコードと一緒に弾くと、メロディーとしてはは
い、メロディはシンプルだけどコードと一緒に弾くっていう感じです。はい、今回は2つのスケールで1弦トップの時の紹介をしたんですけど、スケールは他にもいっぱいありますし、あと2弦トップの時の押さえ方も存在するので、3弦トップとか、あの興味持った方は研究してみると理解が深まって楽しめると思います。参考になれば幸いです。ありがとうございます。